皆さんこんにちは。2019年通関士入門講座第1回目の講義を開始させていただきます。担当はレック専任講師の伊藤でございます。よろしくお願いいたします。はい、入門講座ということで、本格的な学習をする前にですね、この講座を見ていただいて、これから本格的な通関士試験の学習をするにあたって、3科目で行われるわけですよね。通関業法、関税法と、それから通関実務という3科目で行いますが、その科目ごとにですね、どのような知識を学ぶのか、どのような学習をするのか、そのアウトラインをですね、この講座の中でお話しすることによって、あらかじめ通関試験で学習する内容の全体像ですね、これを把握していただく、各項目のそれぞれの関連性などもですね、ある程度理解するということで、初めて本格的な学習をする方でもですね、違和感なく本格的な学習に入っていける、そういうような学習を開始することができるですね、そのようなことを目的とした講座が、この入門講座というものになってまいります。はい、それではですね、3回にわたって入門講座、講義させていただきますけれども、これから講義する内容に関しましてですね、目次的なものを用意しておりますので、どのような項目で進めていくのかを見ていただきたいと思います。はい、第1回と書いてありますがね、目次としてはこのような項目でですね、順を追って学習していきたいと思います。まず、科目の お話という前に、通関士ってどんな仕事をするのとかですね、それから通関士試験の概要ですね、合格率だとか、どのような、いつ行われるかとかですね、それからどのような方々が試験にチャレンジしているのかといった内容のこと、これが通関士と通関士試験というものになります。それから学習方法ですね、全体的な学習方法に関して、3番目以降が具体的なですね、学習内容にちょっと踏み込んだ形になります。まずは3番目、関税法とありますけれども、初めにこの関税法という学習をしていただくことになります。その中で、関税法の中に入り込みますけれども、4番目は、これ関税法と関係、もちろん中に含まれているものになりますが、保税地域という特別な地域に関しての学習。それから5番目が AEO 制度とあります。これ、略語ですけれどもね、オーソライズドエコノミックオペレーターズとありまして、認定制度をですね、輸入者輸出者等をですね、コンプライアンスに優れたものに対して、承認とか認定を与えて、貨物の安全性の確保を担保するといったものですね。その、ものに対しては通関上、輸出入の手続き上ですね、利便性を与えるといった制度いくつかありますので、それを紹介する。次は6番目、これは輸出禁制品、輸入禁制品というような形になります。輸出してはならない貨物、輸入してはならない貨物というものもですね、当然あるわけですね。一番分かりやすいのだと、麻薬とか拳銃ですね、このあたりのところが対象になってきますけども、そういうようなものに対して、当然これは輸出も輸入も、原則としてはできないというものになりますね。そういうようなものももちろんあるということです。それから7番目は特殊関税というものですけども、これは、通常の関税とは別に、WTO 世界貿易機関という貿易を司る、世界機関がありますけれども、そこで、世界の貿易のルールというものを作っているわけなんですけれども、その貿易のルール、世界的な貿易のルールに従ってないような貨物に関しては、通常の関税とは別に特殊関税というものを課すことが認められている、各国に認められているんですね。そのあたりのところを学習します。次は8番目ですけどね、これは関税法から離れます。
関税法以外にも関税に係る法律というのがですね、これは関税定率法とか関税暫定措置法という法律があります。その中で本来は関税がかかるんだけども、ある一定の条件を満たした場合においては減税だとか免税、まあ、減税の場合は一部関税徴収しない場合ですね、免税の場合は全額免除というものですね、それから一旦関税払ったけどもある一定の要件を満たした場合には関税が戻ってくる、これが戻し税というものですね。支持の減免戻し税の制度がありますが、そういうようなところを、まあ、見ていくわけですね。それから9番目、これは関税に関わる法律の関税暫定措置法で規定されているものですけども、開発途上国を原産地とする貨物に関しましては、先進国を原産地とする貨物よりも優遇された税率ですね、これがまあ適用されるということで、そのあたりのところをやります。それから10番が経済連携協定ですね、これは主に二国間協定、日本と他の国との経済連携協定がいろいろ結ばれてますけどもね、その中で、まあ、特権関税制度とかなり被る部分があります。経済連携協定を結ばれた国から国を原産地とする貨物に関しましては、ここもやはり特権関税と同様に、かなり優遇された税率ですね、これが、まあ、適用できるということです。経済連携協定全体に対してではなくて、まあ、一部ですね、原産地に関わるようなところ、これが取材対象になってくるので、そのあたりのところを学習するということですね。それから11番はこれ外為法、外国為替及び外国貿易法と、まあ、正式にはそういう法律ですけれども、これは関税に関わる法律とは若干異なりますけれども、輸出輸入するにあたってはですね、これは他の省庁、税関はこれは財務省の管轄ですけれども、財務省以外の他の省庁においても輸出する貨物あるいは輸入する貨物に対して規制が加えられております。まあ、その代表的なものはですね、外為法、経済産業省が管轄する法律になりますけれども、経済産業省的な観点から輸出や輸入する貨物、これを規制する法律ですね。これが、まあ、他法令と呼ばれているものです。財務省が管轄する関税に関わる法律以外の法律によって輸出する貨物、輸入する貨物に規制を加えるものですね。これらに関しましても税関に対する、輸出申告、輸入申告をするにあたっては全て条件を整えておかないといけない。許可証あるいは承認書等が必要な場合には、あらかじめそれらを取得しておかなきゃいけないというものはいろいろあります。それが、まあ、他法令と呼ばれているものですが、その代表的なものが外為法、外国為替、外国貿易や及び外国為替及び外国貿易法ですね、これを代表的なものになりますので、それも通関試験の中で出題範囲の中に入ってくるので、扱うと。それから12番目は通関業法、これ1科目目でやりますね。したがって3番から11番までがこれ2科目目に該当する学習内容なんです。12番目の通関業法というのがこれは1科目目ですね、出題されてくるものになります。通関業者とかあるいは通関士ですね、これを規制する法律、これが通関業法と呼ばれているもの。最後に13番目、輸出入申告ということで、3科目目、通関実務科目というものがありますが、それ全般的に扱うわけではないんです、この入門講座ではね。もちろん学習、本格的な学習が始まれば3科目目の通関実務科目において出題されてくる種々の問題に関して学習していくことになりますが、その代表的なものが輸出申告書、輸入申告書の作成問題というのがあるわけなんで、それに関しての内容をかいつまんでお話しするのが13番という形になります。まあ、このような段取りでですね、お話を進めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ではまず、第1回目はですね、1番目から
5番目までですね、1番目の通関試験と 通関士と通関士試験、5番目の AEO 制度ですね、ここまでを お話したいと思います。はい、それでは1番目の項目、通関士と通関士試験に関してお話をさせていただきます。まず通関士の仕事どんなものかということでね、お話したいと思いますけども、通関士というのはこれは輸出者輸入者を代理して、税関に対して輸出申告書輸入申告書を作成し、許可を取ると、輸出者輸入者に代わってね許可を取るというような仕事になるわけですね。そして、通関士の中通関士の仕事の中でも非常に重要なのが通関士による書類審査とありますね。これをやることができるということです。通関書類ですね、輸出申告書とか輸入申告書というのは別に通関士というものがなくてもですね、これは書類を作ることはできます。しかしながら税関に提出する書類として、書類になるためには最終的に通関士というものの書類審査を受けた書類でなければ税関は受理してくれないということで、他人の作った通関書類に関しまして審査する義務がある、権限があるというか義務があるというのが通関士ということですね。でどのような流れになっているかというと、輸出の場合ですが船があります。外国貿易船が日本の港に着きます。そうすると、ついていてもついていなくてもいいんですけどもね、これは輸出ですから、最終的にこの外国貿易船に貨物を積み込むという形になりますが、積み込むにあたっては税関からのですね輸出の許可、これをですね取得しなくてはいけない。その許可を取るための書類が輸出申告書と呼ばれているものですね。これは先ほど申し上げましたように、輸出者が通関業者に対して輸出申告を代理してやってくださいというふうな形で委任をします。そうすると通関業者は ありがとうございました、うちの方でねしっかりと輸出申告書を作成して許可まで取りますよという形ですね。で委任されますと輸出者等から書類などをもらいまして、その書類に基づいて輸出申告書を作成するわけですが、作成した書類に関しましては最終的にここに今赤字で書いてありますが通関士による書類審査、この内容は間違いないよというお墨付きを得た上で税関に申告という形になりますね。で申告をして税関の方で書類審査あるいは貨物の検査なども行う場合がありますけれども、そういうようなものを経て問題なかった場合には輸出の許可という形になる。この輸出の許可を受けて初めて右にある船ですね、外国貿易船に貨物を積み込むことができるという流れになってます。輸入は今度は逆になりますけれども、輸入は配置としては同じですけどね、今度は右から左へ矢印が動きます。外国貿易船が日本の港に着きます。そうすると着いた貨物船卸しますが、そのまま日本国内に貨物外国貨物ですけども、これを流通するわけにはいきませんので、輸出と同様に今度は輸入申告して輸入の許可を取らなければいけないという形になる。貨物が着くと輸入者は先ほど着いた外国貨物これに関して輸入申告書を作成してね許可を取ってくださいという形で通関業者に委任するわけですね。そうすると通関業者は、輸入者等からの書類に基づいて輸入申告書を作成し、やはりここでも最終的には通関士による審査を経た書類が税関に提出されます。これが輸入申告という形になりますけどね。輸入申告の場合は申告の内容がですね、貨物に関する申告、輸入申告とそれから関税というものがかかります。
関税の申告に関しましては納税申告という形なんですね。したがって2つの申告は同時に行うのが原則です。輸入納税申告書というような書式を持って申告を行う、この2つの申告を1つの書式でですね行います。そうすると税関の方でやはり審査、書類審査あるいは貨物の検査等を経て問題ないといった場合は申告の内容があっていれば関税に額ですね、申告した関税額を納付する、納付した結果、まあ、税関から許可を得るという形になってきます。許可を得ると、これは貨物は晴れて、輸入者の手元に配達されるという形になるんですね。でこの通関士ですけども、皆さんがこれから目指している通関士試験に合格しただけでは通関業者において、通関業務と呼ばれているもの、まあ、これが輸出申告書とか輸入申告書代表的なものになりますけれども、それらの業務、それらを作る業務に従事して通関士と名乗って他の人が作った書類審査をする権限はないんですね。通関試験に受かることがまあ前提になりますけれども、その通関試験に合格したものが通関業者の通関業務に従事して、まあ、財務大臣のですね確認という手続きが必要になります。その財務大臣の確認を受けたものが晴れて他のものが作った書類を審査する通関士になることができると。通関士になったら今出てますように他のものが作った書類を、ね、審査する権限を有するという形になってきます。このような仕事をするのが通関士と呼ばれているものですね。書類審査というものが一番重要なものになります。もちろん通関士自身が輸出申告書、輸入申告書、これを作成するということは全然問題なく作ることができます。はい、それでは次は通関試験に関することですね、に関して、お話を進めていきたいと思います。まあ、通関士試験はまず、財務省が実施する国家試験です。当然全国共通の試験問題ですね。ただし実施するのは、まあ、各税関庁が行います。日本の場合ですね、税関庁というものが北は函館、それから、だんだん南の方に下がってして東京税関、それから横浜税関、名古屋税関、大阪税関、神戸税関、餅税関、それから長崎税関、それから、まあ、沖縄税関という形でですね、いくつかのですね、日本全国がブロックに分かれておりましてね、それぞれの管轄の中で出題されて、実施されるという形になります。ちなみに東京ですとね、東京税関の管轄、まあ、東京と新潟ですね、新潟で、実施される。横浜税関の場合であれば、横浜と、まあ、仙台でですね行われるのが常ですね。はい、次は、まあ、試験、どのぐらいの頻度で行われるか、年に1回です。年に1回、いつ行われるか、例年は10月の第1日曜日実施なんですね。2018年に関しましては、まあ、第2日曜日になってますかね、まあ、そのあたりに行われるというふうに考えていただければ結構です。じゃあ資格はどんな資格があるのか、まあほとんどないということで、学歴とか年齢、経歴、国籍も問わないんですね。国籍も問いませんから、アジア系の方が多いですけれどもね、中国の方、韓国の方ね、東南アジアの方なども、この日本の通関試験、これにチャレンジするという方も結構いらっしゃいます。科目としましては先ほど少し触れましたけども、3科目で行われます。1科目目が通関業、これ50分ですね。それから関税法と100分、そして最後3科目目が通関実務と
言われている科目、これが100分でね、まあ250分、結構、ね、これ1日でやりますんで、結構長い時間、頭を使わなきゃいけないということでね、まあ体調を整えた上でね、本試験に臨むということがね、一番重要、最後は重要になってきますよね。250分の試験って結構長いですからね、かなり疲れちゃう試験ですね、1日でやって。はい、次は、合格率ですね。これをちょっと見ていきたいと思います。合格率、まあ直近の4年間だけですけどもね、こんな風になっているということで、実はですね、平成18年ですね、まあだいぶ前ですから十何年前になりますけども、平成18年を境にこの通貫試験の内容というものが非常に難しくなってきたと言われております。まあ、先ほど目次の方で、ちょっと出てきましたけど AEO 制度というのがありましたけどもね、まあ、第1回目の最後でやりますけれども、貨物の安全性を確保するための制度になります。確保すると同時に、その承認とか認定を受けた事業者ですね、認定事業者、これらのものに関しまして、通関上、まあ、優遇されたものを与えるというような制度になりますけど、その中に通関業者も含まれてきました。それがまあ認定通関業者と呼ばれているものなんですが、その認定通関業者の制度が始まったのが平成20年なんですが、その前2年前、ですね、平成18年からこの通関試験、これもですね、大幅に試験内容が変わりましてね、まあ、回答方法も変わったんですけど、内容も非常に難しくなってきたということで、それは認定通関業者、コンプライアンスに優れた通関業者が受けることになるわけなんですけども、まあ、コンプライアンスに優れた通関業者、どういうようなものが代表的なものかというと、コンプライアンスですね。これは申告内容に間違いがない書類を作るということがね、一つ、まあ、コンプライアンスに優れたという一つの指標になるわけですけどもね、輸出申告書、輸入申告書の内容は間違いないものを作るためには優秀な通関士が必要になるというような考え方になったわけですね。優秀な通関士を、まあ、輩出するためにはどうしたらいいか、難しくしましょうというところにね、結びついてきまして、平成18年度からですね、まあ、実際に認定通関業者が始まったのは20年ですけども、その前にもうすでに AEO 制度をスタートしてまして、平成18年度から一挙に難易度が増したということです。まあ、大体平均してですね 10% 前後の合格率というもので推移してきました。まあ、昨年度なんかはちょっと、まあ、珍しくここに出てます、平成29年度ですね、まあ昨年度というか今、まあ、30年の段階でお話しているんで昨年度という言い方してます。30年度の、まあ、合格率まだ出てない状態なんで、まあ、29年度まで表しているわけですが、29年度においては 21.3% と、ちょっと私もびっくりしたぐらいの高い合格率だったということなんですが、それ以外の年というのはおおむね 10% 前後を行ったり来たりしているといった、まあ、流れになっているということになりますから、昨年度 21.3% になったからこれからこういう傾向になるんではないかというふうに思う方がいたら、これはちょっと間違いだというふうに考えてください。まあ、たまたま 21.3% になっただけで、まあ、これからもですね、流れとしては、まあ、トレンドとしましては、ここ十数年続いている合格率 10% 前後を推移するのではないかというふうに私は考えております。なお通貫試験に関しましては、これ科目免除制度というものがですね、認められております。先ほど通貫試験3科目で、受験するんだよというふうに申し上げましたけども、通関業務に従事しているですね、ものに関しましては、通関業務に5年間従事していると、これは一番、まあ、難易度の高いといいますかね、難関である3科目目の通関実務というものが免除される。
15年従事していると一番学習の内容が多い2科目目の関税法と、それから難易度が一番高いと言われている3科目目の通関実務科目、この2科目が免除されるという形ですから、当然科目免除を受けて、されてですね、受験した方は合格率高くなります。したがって、3科目全部の科目を受験して、行う場合ですね、受験する場合なんかはやはりこの 21.3% よりもさらに、まあ、去年の場合であればね、合格率は下がると見た方がいいですね。去年の場合 2% までは下がってなかったみたいですけども、例年ですね、例えば28年度27年度なんていうのは 9.8 とか 10.1 になってますけどね、 1-2% ぐらいですね、3科目受験者の方なんかは、合格率が下がっているというふうに見た方がですね、これは科目免除者も含めた合格率だということ、そのあたりのところはねちょっと、割り引いてね、見ておかないといけないということです。はい、次は通関士ですね。 ただし、まあ、合格率のとこでねあまり脅かしてもしょうがないんでね、通関士行く前にちょっともう一つ加えておきたいですけども、通関試験、まあ、合格基準というのがありましてですね、まあ、例年は各科目ごとに6割です。6割の、まあ、合格、まあ、正解率をですね取れば、正解を取ればこれは合格という形になってくるのが一般的、まあ、大体例年の合格基準になります。ただし3科目目の通関実務は、あまりにも難しく出しすぎた、難しい問題を出しすぎたといった場合なんか合格者がかなり減ってしまうというところから、合格基準が、まあ、年によっては、6割を割ってくるという場合なんかも数年ありました。しかしながら、まあ、最低まあ6割はね、取ればこれは合格できますんでね、あまりこの今出てます合格率にね、こだわるというようなことはしないでいただきたいと思います。しっかりと学習すれば合格基準である6割をクリアするということはね、それほど、まあ、難しいわけではない、まあ、もちろん難易度は高いですけれどもね、しっかりと学習することによって6割の合格基準と十分にね狙えるということはね、一言加えておきたいと思います。はい、それでは次ですね、通関士はどういうような特徴があるか、通関士試験を、まあ、通関士試験の特徴ですね、試験の内容というよりも通関士の試験の特徴、通関士試験、まあ、これは国家資格ですね、貿易業界ではですね、その通関士の資格というのは国家資格の唯一のものということです。民間資格にはね他にありますけれども、貿易実務検定なんていう、まあ、ようなものがありますが、これは民間資格になってね、国家資格としては貿易業界では通関士という資格だけですね。それから通関士はこれは輸出入手続きを行うプロフェッショナルですね、まあ、関税法を中心にした、まあ、法律などを、まあ、学習しないといけないし、さらに非常に難しい通関実務、輸出申告書、輸入申告書を作成するというのもかなりの専門性を有するものになりますから、しっかりと学習あるいは経験を踏まないとね、なかなかできない書類になってきますので、輸出入手続きを行うプロフェッショナルという位置づけにもなります。そして通関士は、まあ、どのような人たちが受けるかということも先ほど言いましたけども、まあ、違う言い方すれば活躍できる場合どこにあるかということはね、まあ受ける人も興味あるんじゃないかと思います。活躍できる場は非常に広範囲にわたっているんだということですね。じゃあ具体的に、活躍できる場、通関士の資格の活躍の場っていうのはどこに、どういうようなところにあるのかということですね、それを次に見ていきたいと思いますが、通関士資格の活躍の場、まず何といってもね、通関業者ですね、通関業者で
先ほども通関士のところでお話ししましたけども、通関業務、輸出申告書とか輸入申告書を作る部門ですね、ここに従事して通関士としてですね、他の大物が作った書類も含めて審査することができるということになりますから、この通関業者に就職といいますか勤めるのが一番通関士の資格のねメリットを享受できます。しかし通関業者というのはですね、これはもちろん通関業者単独でなりわいしていると、まあ業としてですね行っているという会社もありますけども、大手中堅どころの通関業者と呼ばれている会社はむしろ国際物流業者という位置づけでですね、社会には知られている会社です。その国際物流業者の中の通関部門というような位置づけになるんですね。通関業者の、まあ、通関業者は財務大臣から許可を取らないといけませんけども、通関業者そのものでもですね、国際物流業者の中の部門という位置づけでですね、通関業務というものを行う会社というのは非常に多くあります。国際物流業者になりますから、いろんな業者があります。船系ですね、船舶系、あるいは航空まあ航空会社系ですね、それから陸上運送系ね、運送貨物、まあ輸送している貨物を輸送している会社ですね、それとか、あるいは倉庫会社などもこの国際物流業者の中に入ってきますね。それ以外にも、まあ、鉄道会社なんかもですね、まあ子会社的なものとして国際物流会社、これを作っているところなんかもありまして、いろんな業種のものはですね、業者のいろんな業種の業者がですね、この国際物流というものに携わっておりますので、就職先なんかもやはりそういうような航空系、船系で船舶系、あるいは倉庫系、運輸系ですね、私鉄系なんていうのを、さまざまな業種にわたってですね、まあ、通関業を行ってますから、そういうようなところでも、その資格というものは生きることになるわけですね。それ以外にも、貿易をやっている商社であったり、まあ、メーカーですね、ここなんかでもやはり直接ですね、この商社とかメーカーは通関業務を行うわけではないですが、この商社メーカーなどは輸出したり輸入したりする貨物を扱いますから、それらを輸出したり輸入したりすると、当然のことなら通関業者に先ほどもありましたけども委任するわけですね。輸出申告輸入申告を委任します。そうするとどうしても通関業者とやり合わない、まあやり合うと変ですけども、話をして、スムーズにその通関業を輸出申告して輸出の許可、輸入申告して輸入の許可を取るというふうなものが求められますんで、通関業者とね話し合うにおいて、専門的な知識これを持ってないとなかなかやりにくいところがありますんで、商社とかメーカーなどもやはり通関資格取るとですね、まあ就職なんかも有利に動くという形になってきますよね。それ以外には個人で輸出したり輸入したりしようというような人たちなんかも、当然通関というのは外国へ貨物を送ったり外国から貨物を輸入したりする場合に、税関に対する輸出申告輸入申告というものは必ず通らなければいけない道になりますので、そういうような知識が当然必要になってくるということですね。それ以外にもやはり、まあ、就職という観点から考えると大学生ですね、なんかもやはり、多くの方がこの通関試験にチャレンジしているということで、その資格の活躍ですね、まあ、資格を通関し試験に合格するということはいろんな業種に携われるということがね意味してくると思います。
はい、ではですね、通関資格の活躍の場というところまでお話したところで、ここで一旦ですね、ブレイクタイムを入れさせてください。はい、それでは再開いたします。はい、次はですね、通関士の、受験に関してのお話、通関士の活躍の場というようなところまでお話をさせていただきましたけれども、次は、通関試験、のですね、学習方法というところに、話題を移していきたいと思います。はい、またプレゼンターの、画面の方をねちょっと見ていただきたいですね。学習方法、これは非常に大まかに書きましたけども、まず関税法から学習を始めるということですね。これは関税法2科目目に行われるものになりますけれども、通関試験の学習の基礎というのは、関税法を始めないとですね、学習をしないとなかなかわからない部分があります。で、先ほども少し触れましたけども、関税法、関税に関わる法律というのは関税法だけではないんですが、関税定率法、関税暫定措置法という、3つの法律がありますが、そのまた基礎になるのがこの関税法というものになりまして、関税法から学習を始めるというところが、一つポイントですね。次は、関税法学習して、これインプットと呼ばれているものになりますけれども、学習をして初めて、テキストを読み込んで、中に頭の中に入れるわけですよね。ただし、学習したからといって全てがですね、内容的に、もう一回読んだから分かるよという人は、なかなかいないと思いますよね。でもどのぐらいの知識自分の頭の中に入ったのか、それを確かめないといけない。もしかすると分かったつもりでいるという場合もね、当然あるわけですね。じゃあその学習した内容がしっかりと頭の中に定着しているかどうかですね、これを確かめるためには、これは演習問題ですね。これをやって、過去問を中心にしてやっていただきたいんですけども、過去問を中心にした演習問題をやることによって、一番で学習したその内容がしっかりと定着しているかどうかを確認する。もし問題を見てわからないというふうになったら、やはりそれは不確実な知識しか頭に入ってないというふうに見ないといけないですから、基礎的な知識である学習ですね、テキストの方に戻ってもう一度そこの部分を学習すると、この繰り返しをやっていただくことによって、1科目目、2科目目、1科目目の通関業法、それから関税法等ですね、これは定着していきます。しかし順番としましては、科目の一番最初に出てくる通関業法ではなく関税法から始めるというのが肝要になってまいります。そして、関税法の学習に関わってきますけれども、演習問題定着を確認してもいいんですけれども、関税法の学習はですね、細かいところまで初めからやろうとするとなかなか全体像が見えてこないというところがありますので、ある程度、ここには6割程度というふうに書いてありますが、6割程度の知識が分かったなと思ったら先に進んじゃってください。学習する内容というのは非常に多くありますので、一個一個で止まっていますと非常に時間がかかってしまう。まずは特に関税法ですけども、6割程度分かったら先へ進んで、関税法全体をまず一通りやってしまうということが重要になってきます。全体をやることによって、全体が把握できます。関税法学習は、全体の学習はどういうようなことをやるのかということが見えてきますので、そうするとそれまでに学習してきた内容が、なるほど、こことここは関連しているんだなということが結びついてくる。そうするとより理解度が高まってくるという形になりますから、まずは6割程度理解できたら、先へ進んで全体をやってしまうということが重要になります。
そしてその後で、まあ、2番目に出てくる、まあ、延伸問題も絡んできますけれども、まあ、加工問題、まあ、延伸問題、加工問題をやっていただくことによって、基礎的な学習で出てこなかった内容、まあ、本試験で問われる問題なんかですね、これらのあたりのところを肉付けしていって、6割を7割8割というふうに増やしていっていただくというような、そういうような学習方法を取っていただきたいと思います。そして、まあ、関税法、通関業法、このような形で学習を進めていきますが、最後はですね、通関試験、まあ、毎年のことなんですけども、3科目目の通関実務というのが合否を分ける分岐点と呼ばれています。最後は通関実務ですね、ここを、まあ、掘り下げて、しっかりとやっていくというふうな、もうそういうような段取りですね、やっていっていただきたいと思います。通関実務も、一番に掲げています関税法に関わる内容のことが分かっていないとなかなか身につかない。また関税法以外にも、先ほど申し上げましたけども、関税定率法、関税暫定措置法というような学習が分かっていないとね、合否を分ける分岐点である通関実務科目というのもなかなか身につきませんのでね、これは最後の方にやっていくというふうな形で言っていただけたらと思います。まあ、夏場以降ですね、4番の通関実務に関しましては、ここから本格的に、学習していって、まあ、10月に行われる通関試験に向けて通関実務の実力をつけていくというふうにしていただければと思います。はい、これは、まあ、簡単なに申し上げる学習方法というものになります。はい、次はですね、3番目の項目になります。目次の3番目になりますけれども、関税法、今度は具体的な学習内容に踏み込んでいきたいと思います。次、関税法ですね。関税法にかかることで一番最初に学習しなければいけない内容、どんなことをやっていくのかというところのあたりを見ていきます。ではまず、関税法とは、何かというと、大きく2つの論点があるということですね。まずは1つ目、関税はどのようにして確定するのか。まあ、これ輸入になりますけどね、輸入の場合に関税がかかりますけども、じゃあその関税というのはどのようにして確定するか、お金に関わる内容のことが、まあ、関税法の1つの論点。それからもう1つ、輸出入通関はどのように行うのかという論点ですね。これは、まあ、輸出入手続きですね、輸出申告、輸入申告はいつ行うのかとね、どのような流れで行うのか、申告したらどのような審査を受けるのかというようなもの等々ですね、手続きに関する内容、これが2つ目の論点。まず1つ目の関税はどのようにして確定するのかというと、もうちょっと具体的に言うとですね、例えば関税は、まあ、輸入貨物に対してかかるわけですが、その輸入貨物の、いつの時点での性質、価値、を持って、課税するのか、つまり課税価格と呼ばれているものですね。例えば重課税率というものがありますが、課税価格に対して何パーセントという税率、まあ、品物によって変わりますけどもね、その何パーセントは、その輸入貨物の課税価格ですね、価格に対してかけるという形になりますが、ではその価格はいつの段階での価格になるのかというようなことが問題になります。例えば輸入したけれども、輸入申告する前にちょっと破損してしまったといった場合なんかは、新品のね、壊れる前の価値と壊れた後の価値が変わってきちゃうわけですね。そういうような問題もたまに出てきたりするわけです。したがって、どの段階での性質価値に対して、関税をかけなきゃいけないのかということが問題になる。これが課税物件確定の時というような論点ですね。それから、まあ、税率のことを先ほど申し上げましたけども、税率でもですね、ずっと同じ品物が、同じのものがずっと同じ税率とは限らない場合がある。
税率というのは法律によって成立しますから、時々、まあ、税率が、ね、法律によって変わってしまうということがあります。そういうようなところからいつの法律を適用するのかということが問題になってきます。これが適用法令という論点ですね。そしてもう一つ、誰がその関税を払うのか、まあ、これはもう当然原則は輸入するものが払うんですが、まあ、学習していけば分かりますけども、中にはですね、これは輸入者が払うべき関税じゃないといったようなものもいろいろと出てくるんですね、イレギュラーな形で。そうすると誰が払うのかということも、まあ、関税を払うもののね、が誰かということが問題になる場合もある。これが納税義務者というような問題になってくるんですね。課税物件確定の時適用法令、納税義務者なんていうようなものも含めて、関税はどのようにして確定するのかというお金に関わる、ね、内容のことを一番では学習する形になりますね。まあ、輸出入通関はどのように行うのかというと、まあ、保税地域というのは後で出てきますけれども、保税地域という日本にある特別な地域です。まあ、外国貨物を入れとく場所、あるいは外国貨物になる貨物、まあ、輸出の場合ですけどもね、それを入れておく地域、特別な地域があります。その地域は税関の監督下に置かれているものになりまして、そこに置かれた状態で、輸出申告の場合は置かれた状態で許可を得る、輸入申告の場合そもそもがその特別な地域である保税地域に貨物を搬入した後でなければ申告できないというようなものがあったりします。その中で手続きが行われるといったようなことも含めてですね、まあ、手続きに関する内容を学習していくという論点も、もう一つ関税法の論点としてはあるということですね。はい、では輸入の場合はどういうふうにするのか、まあ、関税にかかる問題も含めてね、まあ、流れも含めてちょっと輸入の方からね見ていきたいと思います。外国貨物が日本にやってきます。そのままではもちろん日本に流通することできませんね。日本の中で流通させることできない。当然輸入申告をして税関から輸入の許可をもらいます。その際には、輸入申告をする、まあ、輸入申告というのは厳密に言うと貨物に関する申告です。この貨物は輸入して構わないかどうかと、あるいは他法令、まあ、外為法のところでも申し上げましたけども、他の省庁の法律の規制をちゃんとクリアしているかどうか、あるいは原産地誤認表示がないかどうかというようなね、貨物にかかる内容プラス納税申告もします。それは納税申告というのは関税に関する申告ですね。これも同時に行いまして、まあ、輸入しても構わないよというふうになった場合には、最後は関税を納付することによって、輸入の許可というものを得られる。輸入の許可を得るとこれは自由に、あとは日本の中、まあ、本邦というのは日本ですけどね、本邦日本の中で流通させることができるというふうになってくるわけですね。で、この関税に関してですけども、じゃあ関税はどのような目的で、輸入の貨物に対して課されるのかということですね。まず、まあ、原則的なものですけども、関税というのは外国の付加価値に対して課されるものであるということが、まあ、大原則なんですね。日本で、付加された価値に対しては関税は対象になりません。ですから、まあ、輸入貨物に対して課されるという形になってくるわけですが、関税をかける目的というのは大きく3つ、あるわけですね。まあ、これは一番最初なんか簡単ですね。誰でもが思い浮かぶことになりますけれども、税収の確保というものですね。昔、まあ、明治時代からね、この関税法というものが始まっておりますけれども、当初は当然、まあ、この税収の確保というものが一番大きな関税の目的でしたね。目的だったんですが、最近ではですね、この税収の確保というのは、まあ、
日本の国家予算に占める部分がね非常に、割合としては低くなってきている。それでもは1兆円程度年間あるわけなんですけどね、まあ、ですからまあ税収の確保という観点も、相対的に、低くなっておりますけれども、税収の確保という観点まだ1兆円もありますからね、これは今現在でもあるということですね。これが、まあ、すぐに思い浮かぶことですが、それ以外にも大きな目的としてこれがあるんですね。国内産業の保護ですね、日本においても、まあ、先進技術というのはね日本でも、まあ、先進国で、トップクラス、ですけれども、やはり国内産業といってもいろんな業種がありますよね。特に、まあ、保護の対象になりやすいのが農業ですね、農業に関しましては外国の安い農産物が日本に入ってきてしまうと日本の農家さんが非常に困ってしまいますね、売れなくなっちゃう。安い外国産の貨物で、押されてですねなかなか、売れなくなってしまう。そうすると日本の例えばですけども農業の衰退がですね、出てくるという形になりますが、これはまずいことになりますので、そういうような、まあ、外国との競争においてちょっと脆弱な産業に対しては関税を使って日本に入ってくるときに価格を上げるというようなことで国内産業の保護ということを行うと、これも大きな関税の目的です。むしろ税収の確保という目的よりも昨今ではこの国内産業の保護のためにですね、関税が使われるということが比率としてはね相対的に多くなってきているというふうに見てください。それからもう一つね、あの関税の目的というのがありまして、これは不公正な貿易の是正ということで、これはあの通常の関税とは別にですね、WTO 世界貿易機関で決められたルールを逸脱して、まあ輸入してきた貨物に関してね、日本に輸入してきた貨物に関し、まあ、外国から見たら輸出ですけどもね、そのような貨物に関しましてはその不公正な貿易を是正するために、特殊関税というものを課することが国々に認められております。日本においても、まあ、不当廉売関税とか総裁関税、報復関税、緊急関税、対抗関税なんていう名称でですね、不公正な貿易の是正をすることが関税によって認められております。この特殊関税というのは通常の関税とは別にですね、別途課せられるものになります。まあ関税は関税なんてね、こういうような目的のために関税が使われるというようなこともあるということですね。はい、次は輸入に関してですけどね、今関税の目的を言いましたけども、今輸入をやってますんで、まあ関税は輸入しかかかりませんのでね、輸入の定義というようなことも学習するんですね。これなんかはまず関税法を学習した中で一番最初に出てくるような項目です。まあ、定義と呼ばれているものですけどもね、関税法においては輸入とは何か、輸出とは何かというようなことまでね定義しております。これがまあ基礎の基礎になりますけども、輸入とは関税法においてはこのような定義になっているわけですね。外国貨物を本邦日本に引き取ることというような定義になってます。これまあ外国貨物と出てきましたけどね、後で輸出の方ではこの反対語として内国貨物というような言葉が出てきます。輸入とはまずは外国貨物を本邦を日本に引き取ること。じゃあ外国貨物は定義はないのか、いや外国貨物もやはり定義があるんですね。外国貨物というものも定義があって、日本において日本の国内には外国貨物と内国貨物が存在します。これはね、当然外国からやってきた貨物、外国貨物ですね。外国から本邦に到着した貨物で輸入の許可がされる前のもの、外国から貨物やってきました、輸入申告して輸入許可になったら自由に流通できますよというふうに先ほど
というのところで申し上げましたね。その自由に流通できるのはなぜかというと内国貨物なるということなんですね。外国貨物は関税法の規制の対象になってきまして、外国貨物の状態では自由に流通させることができないというのは原則なんですね。したがって外国から本邦に到着した貨物で輸入の許可がされる前の、これはまあ関税法の規制の対象になってくるわけですが、これが外国貨物、まあ、括弧して外国の船舶により公海で採捕された水産物を含むとありますけれども、外国で取った、外国の船舶と書いてあります、海ですね、海で、取れた魚等に関しましても当然これは外国貨物かどうかを判断しないといけません。そうしないと外国貨物に対して関税がかかります。あと出てくる内国貨物に関しては関税の徴収の対象外になりますんでね、外国貨物か内国貨物かはっきりしておかないといけないというのがありますから、海で取れる水産物に関しましてもこれは外国貨物内国貨物の、ね、区別をしておかなきゃいけません。外国貨物とされるものは外国の船舶によって公海、公の海で採捕された水産物ね、これは外国貨物として取り扱うよ。外国の船舶により公海で採捕された水産物を本邦に引き取る場合にはこれは輸入になりますから関税の対象になるということですよね。しかしながら公海で採捕されたものでも後で出てきますが、本邦の船舶、日本の船舶が取った魚に関しましてはこれ内国貨物扱い、後で出てきますがなりますので、内国貨物扱いになると関税は徴収されないというような、ね、違いが出てくるんですね。この丸一番の定義だけではなくて外国貨物こういうような定義もある。輸出の許可を受けたものとある。これ輸出の許可を受けるということはもともと日本にある貨物ですね。これ後で出てきます内国貨物なんです。内国貨物が輸出申告されて輸出の許可を受けると許可を境にこれは外国貨物になるということですね。そういう意味で日本においては2種類、外国貨物と内国貨物が存在するんだということをね、ここでは言っています。これはね、日本にある貨物はもう大きく外国貨物と内国貨物に分類されるんですね、分かれるんです。で外国貨物は関税の徴収の対象になるということですね。では一般的な輸入手続きの流れですね、次に見ていきたいと思います。左から右へ流れますけれども、まず、空港あるいは、港に貨物が到着します。到着すると外国貨物、外国から来た貨物どこに置いといてもいいというわけではなくて、保税地域というものがあります。これは少し触れましたけれども、税関の監視下にある地域で、外国貨物を置いておく場所、関税を払わない状態で、置いておける場所ですね、この地域を、保税地域というふうな言い方しまして、内国貨物になるまでですね、これは保税地域から搬出することができない、原則的ですけどもね、できないという形で、この保税地域に搬入された後でなければ輸入申告はできないというふうになります。輸入の場合はね、そして輸入申告、納税申告も行います。これはね、これではちょっと割愛して輸入申告という書き方しかしてませんけれども、輸入納税申告というものを行います。輸入申告と納税申告、関税に関する申告ですね、これを同時に行います。端折って輸入申告という言い方させていただいてますけどね。そうすると、税関の方に申告書が行きますね。税関の方では審査、検査、書類審査とか、あるいは、検査というのは現物チェックですね、現物チェックを行うということになるわけですが、審査検査を経て、申告した内容が問題ない、輸入しても構わない貨物であると、輸入しても構わない貨物ね、それから他の省庁の許認可も得てる、そして、原産地誤認表示がないというようなもの、現物もね申告の内容と同じであるというようなことが確認されると、あとは
貨物としては輸入しても構わないわけですね。そこで、輸入申告と同時に行っている納税申告、この審査をしますけれども、その納税申告の関税額ですね、これが問題なければ関税を納付するという形ですね。関税を納付すると輸入の許可というものになって、この時点、輸入の許可の時点で、先ほど外って書いてある、これ外国貨物という、まあ、略ですけどもね、外国貨物の省略した、まあ、外と書いてありますが、外国貨物の意味になります。これがこの輸入の許可を境にして内国貨物になる。内国貨物になると晴れて日本国内で自由に流通させて構わない、加工してもいいしね、誰かに売っちゃってもいいしというような、ね、ことになる。内国貨物になると原則として、税関の監視下から外れる、まあ、関税法の規制の対象外になってくるという形になるんですね。はい、次は輸出の方に行きたいと思います。輸出の方は関税がかかりませんのでね、割と、まあ、簡単な形になりますけどね。ただ、まあ、関税がかからないから、いきなり、まあ、外国を持っていけません。当然ね、一番最初のところでもお話ししましたけども、輸出しようとする貨物がある場合には税関に対して輸出申告して輸出の許可を取らないといけない。許可を取って初めて、これは外国に向けて送り出すことができるという形ですね。そこでこの流れの中でのことを踏まえて、輸出の定義というものも当然なされているわけですね。輸出とは何か、これも一番最初にやるところですね。関税法の中の定義という項目で、輸入とは何か、輸出とは何か、そして外国貨物とは何か、内国貨物とは何かといったようなところを初めに学習していきます。輸出とは外国貨物を、内国貨物を外国に向けて送り出すことですね。日本には内国貨物と外国貨物ありますんでね、内国貨物を外国に向けて送り出すこと。では内国貨物とは何か、本邦にある貨物で外国貨物でないものという言い方ですね。消去法です。まず外国貨物の規定を先ほどしましたね。それ以外のものは内国貨物なんだよということですね。したがって先ほど見ましたように、外国から本邦に到着した貨物で輸入の許可がされる前のものとか、輸出の許可を受けたもの、輸出の許可を受ける前のものがね、内国貨物ですよね。というようなこと、外国貨物以外のものは全部日本にある貨物は内国貨物なんだよという言い方をしております。それから水産物に関しましてね、当然規定があるわけです。先ほど水産物に関しましては、外国の船舶により航海で採取された水産物は、これは外国貨物だと言いましたね。じゃあ航海で採取された水産物で、外国じゃない本邦の船舶、本邦の船舶が採取した取った魚とかですね、これはどうなのか、これが内国貨物だということですよね。ということは、先ほど外国貨物のところでも申し上げましたけども、水産物に関しましては、公の海で獲れた魚、例えば魚が外国の船舶が獲った魚であれば、それを本邦に引き取る場合、これは外国から本邦に引き取る行為になりますから、輸入ですね、その場合は関税がかかります。しかし同じ航海で採取された水産物でも、本邦の船舶、日本の船舶がそれを取った場合、内国貨物という形になります。内国貨物は、まあ、大原則関税の徴収の対象外だということになってくるんですね。したがってこの定義がなかったら、外国貨物か内国貨物か分かりませんから、どの水産物に対して関税をかけたらいいか分かんないということになっちゃいますね。そういうような意味でこのような定義も必要になってくるということなんですね。
ここでちょっと疑問に思っていただきたい、はてなと思っていただきたいことがありますが、これ内国貨物を外国に向けて送り出すことが輸出だというふうに申し上げました。しかし、先ほどは日本には内国貨物と外国貨物が存在する、どちらかしかないんだということを言いましたね。じゃあ考えてください。日本にはもう一つ外国貨物もあるはずですよね。いや、その外国貨物を外国に向けて送り出すことだってあるんじゃないのというふうに考えを発展させていただきたいんですけども、あるんです。それはね、当然日本には外国貨物と内国貨物が存在するんだから、何も外国に向けて送り出す貨物は内国貨物だけじゃないはずです。日本にある外国貨物だって場合によっては外国に向けて送り出すことだってあるでしょと。あるんですね。これはあります。じゃあそれはどういうことなのか。これは輸出とは言わないです。輸出とはここに書いてあるように内国貨物を外国に向けて送り出すことなんだから、外国貨物を外国に向けて送り出すこと、じゃあなんていうのこれって思いますよね。これは積み戻しという言葉で表されます。外国貨物を外国に向けて送り出すこと、これは積み戻しというようなことでね、行います。手続き的にはほぼ輸出手続きと一緒ですけどもね、しかしながら輸出の定義がこういうふうになっている以上、当然外国貨物を外国に向けて送り出すということは輸出にはできませんから、違う言葉を作らなきゃいけない。それが積み戻しというふうにね、ちゃんと用意されております。はい、それでは、輸出手続きのですね、次流れ、これを見ていきたいと思いますけれども、若干輸入の手続きの流れと異なりますからね、どこが異なるかちょっと注意をしていただきたいと思います。まずいきなり輸出申告とあります。で、先ほどは輸入の手続きの流れのところで見ましたけれども、まず貨物が到着したら外国貨物を置いとく特別な場所、税関の監視下、あるいは関税法の規制の中に入る保税地域というものに搬入した後でなければ輸入申告をすることができませんでしたけれども、輸出申告の場合いきなり輸出申告と出てきちゃいました。保税地域というものは出てきません。保税地域は後で出てくるんですね。輸出申告は輸入とは違いまして、税関の監視下にある保税地域という特別な場所に搬入することなく申告はできちゃうんです。そこで申告したら当然審査等が行われます。審査が行われる、書類審査ですね。検査は抜けてますよ。検査はなぜ抜けてるかというと、貨物が特別な地域に搬入された後でなければ貨物がチェックできないということになりますのでね、書類審査は申告すれば保税地域搬入前でも行われます。しかし、もし、この輸出申告に対して検査が必要な場合になった場合は保税地域搬入後じゃないといけない。で、最終的にもですね、検査がなかったとしても保税地域に搬入した後でなければ輸出の許可というものを得られないというふうになります。ですので、ここで保税地域を境にしてですね、輸入申告の場合は保税地域に搬入した後でなければ申告できないけれども、輸出の場合は申告自体はね、そのものは保税地域という特別な税関の監視下にある地域に搬入しなくても申告はできちゃいます。しかし検査や輸出の許可というものは、これは保税地域に搬入した後でなければ行えない。これも原則です。輸入の場合も先ほどのような原則で例外があります。輸出の場合も例外がありますけどね、例外は後の方でね、学習していく形になりますが、まずは原則の流れというものはこうなっている。そして輸入の場合もありましたけども、輸入の場合も輸入の許可を境にして外国貨物から内国貨物に変わりましたよね。当然輸出の場合もそのようなことがあります。輸出の許可の前まで、
これは内国貨物です。これ外国貨物のところの定義がありましたよね。輸出の許可を受けたものは外国貨物だけども、それ以外のものは書いてないけども内国貨物なんです。逆に、輸出の場合ね、内国貨物から輸出の許可を受ければ外国貨物になる。輸入と逆になりますね。外国貨物になって晴れてこれは外国に向けて送り出すことができるというふうになって、外国貨物の状態にならないと、まあこれは外国に向けて送り出せないという形になってきますね。はい、これが輸出手続きの流れということで、これ先ほどの輸入手続きの流れ、輸出手続きの流れですね。これは一番最初に、まあ、関税法の中で学習していきます。このことを、まあ、一番最初、まあ、そんな難しくないんですけども、ずっと関税法の学習をしていくと時々ね忘れてしまって、なんだっけなっていうふうに思って、まあ、いろんな制度が後で出てきますけどね、その制度の中でこの知識が あやふやになってきて、考え方が間違ってしまうというようなことがありますけどもね、まあ、簡単なんだけども非常に重要な定義であると。ここから関税法はスタートしますということになります。はい、そんなに難しくなかったと思いますけどね。はい、それでは、3番目のこれは、関税法ですね、関税法に関する内容のことを終了したところで、ここで、10分間休憩を取りたいと思います。